江藤美沙チャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。江藤美沙です。今ね、朝の7時過ぎ、まだ息子は寝てくれているので、この間に毎日メイクを撮っていきたいと思います。ちょっとね、朝なんで寝起きなんですけど、今ね、スキンケアとちょっとマッサージ軽くして、今からメイクをスタートという段階です。それでは早速始めていきたいと思います。まずね、下地、これぐらい本当に薄く。このラベンダーはすごいくすみも飛ばしてくれるし、透明感も出るので、私はすごい好きで、肌をねトーンアップさせてくれます。綺麗に、なんかおでこはこの余った手に余ったぐらいでやっちゃいます。ちょっとこちゃんと密着させてね。でファンデーションがコスメデコルテ、これね本当に有名ですよね、優秀。使い始めて、おーすごい、メイクさんが使ってて感動みたいな。ほんとでもちょっとワンプッシュしないで半分ぐらいで、なんかクッションファンデももちろん使うんですけど、このこれからの時期あったかくなってきて、もう汗もすごいかくじゃないですか。だからなんかやっぱちゃんとリキッドの方が、なんか私は夏場は多いかなって思います。逆に冬場とかそれ以外は私はクッションファンデを使うことが多いんですよ。基本的にもう手で塗ります。もう今育児してて時間もないので、ちゃちゃっと。なんか昔は本当に丁寧に丁寧にやってたんだけど、やっぱ毎日メイクでしょ、毎日することだから、まあしない日もあるんだけどしない日もあるけど、まあ毎日したいじゃない。なんかさ、産後毎日こうすっぴんっていうよりも、こう無理なくテンションが上がる自分でいるっていうのはすごい大事なんだなって思いました。もちろん産後はさ、そんな自分のなんかメイクとかにこう気合い入れる時間がないからしょうがないんだけど、あ、で、そう、スポンジ、普通のスポンジ、私はこのこれぐらいの大きさですね。さっき手でつけたものを少しなじませる。で、ここの三角ゾーンっていうんですか、ここら辺はトン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 って、なんかそこから中心にあとは伸ばす感じですね。まあ適当ですね。コンシーラー、ちょっと赤みがあるところをね、今ちょっとこのここら辺、ちょっと汚くてごめんなさい、ガチの使用感がごめんなさい。ここら辺ですね、この色、下の2色を混ぜて、ちょっとだけ赤みがあるところ、鼻の下とかここら辺とかで、一番明るいところでこの口の際をちょっと、次目の周りはこちらです。なんかね、やっぱ目の周りってやっぱ寄れやすいから、私はクリーム系のコンシーラーを使うことが多いです。でもね、本当にちょっと下地とファンデーションは薄付きで、その分気になるところはちょっとコンシーラーでカバーをしてあげます。しっかりカバーができるコスメ用品とかっていうのもすごく大事なんだけど、でもやっぱり普段からすっぴんの肌をきれいにするっていうスキンケアに、やっぱりね、肌のメンテナンスっていうのをなんかやっぱ優先した方が、結果なんか薄付きでもできるし、なんかパパパって塗っても仕上がったりするから。私もすっごい肌が荒れてた時期があって、やっぱり18から23ぐらいまではなんかすごい荒れてて、あの何やっても治んなくて、肌に負担が大きかったですよね。なんかクレンジングも多分今よりも強めにやってたりとか、しっかり綺麗に落とせてなかったりって、そういう基本的なところができてなかったのか、あとやっぱり栄養も偏ってたと思うし、生活もね、時間もバラバラだし、なんかもう全部そりゃ悪くなるでしょっていう感じでした。それをね、やっぱ握手会とかでさ、すごいファンの人とすごい至近距離で話すじゃないですか。そういう時とかにやっぱり自信がすごく持てないの。なんかやっぱり、あ、見られてるかなとか、なんかたまたまかもしれないけど、目線がふって降りた時に、え、今なんかここ見られたかなみたいな感じで、で休憩中に戻ってまたちょっとカバーして荒れてないかなみたいな感じで握手会に行くのが、なんかすっごい心がキューってなってました。もうあと5キロ太ってもいいから、本当に自信が持てるすっぴんが綺麗な肌になりたいって思ってました。当時はね、当時はすごいカリッカリだったんで、私に脂肪をつけてもいいから、もう肌を綺麗にしてほしいってちょっともう切に思ってました。でも今ね、すごいいろいろ気になるところはシミ予備軍とかもあるし、あるんだけど、以前に比べて今の方がもう30代ですけど、肌は今のが綺麗になりました。なんかそれはまたやりたいね、なんか素肌力をどうやって上げていったかみたいな、またやりたいなと思いますが、話はそれましたが、とにかくベースは薄めで終われるように、あの素肌力を上げて、なるべく薄めのベースメイクっていうのを心がけてます。でこちらスック
ました。これをね、くるくるくるってちょっと取って、今トントントンってしたものです。うん、あんまりね、ここには乗せずにちょっと周りとか、眉毛描くところとかに軽くつけます。次、アイシャドウ。こちら。ピンス。こんなね、色です。このブラシにとって、ちょっと待って、光で見えづらい。こっちにこうか。ちょっとアイホール広めに入れてあげる。ですね。ピンクオレンジでこれすごい可愛い。で、ここもちょっと広めに塗ります。こちら。セルボーク。まずここですね。この色。この目尻にちょっと。目の下にこう影を作ってあげることで、なんか目が少しね、立体的に見える気がして。赤い色。この色ですね。これでもちょっと色が濃いので、ほんのちょっと、ふわっとつけたいので、手でね、ちょっと、こんな感じでここにつけて、これを目尻側から。なんで目尻側からっていうと、なんか縦でグラデーションするよりは、なんか少し横に広がるイメージで、その方がなんか大人っぽく仕上がるかなと思って、一番濃くしたい場所に乗せて、こうちょっと内側に、アイライナーがディオールの裏。これはね、マイアミで買いました。私、アイライナー、初めてディオールのリキッド使ったんですけど、すごいいいの。なんかね、筆が柔らかすぎないんだよね。程よく硬いの。ラインはやっぱりね、最近思ったけど、ちゃんと描いた方がやっぱ目が締まる。なんか抜け感があるメイクとかもまあしたりもするんだけど、今回毎日メイクっていうことで、まあ割と基本だよっていう感じでしょ。黒目の上をちょっとこう薄く描いて、目尻は少し伸ばします。これぐらい、ちょっと伸ばします。中指でここちょっと少し伸ばしてあげるんですよ。ちょっと伸ばして少しこう引っ張ってあげると目尻は描きやすい。どうせね、ビューラーしたらちょっと取れるの。だからなんかある程度軽く描いて、で、ビューラー。ビューラーは根元からしっかり。ビューラーはね、ずっと資生堂を使ってます。このタイミングでホットビューラーをつけます。そして、マスカラ下地。いろんな雑誌とかで、リピートした化粧品って何ですか、コスメ何ですかって聞かれた時に、私は絶対毎回この商品をお答えしております。乃木坂の時からもうずーっと使ってますね。神宮の 3days でもうね、乃木坂って雨が降るわけですよ、神宮。豪雨の中ライブとかするんだけど、絶対これだと落ちてこない。一回も落ちてこなかったね。直さなかったもんね、まつげは。まつげってほら、またやり直すの大変じゃないですか。なんか、ひじきみたいになっちゃうじゃん、何回も塗り直すと。なんか、困っちゃうでしょ。で、今の下地を塗ったら、ここで必ずコーティングします。もうこのやり方も変わってないね。アップデートした方がいいのだろうか。時代は違うメイクなのだろうか。なんかさ、流行りとかもさ、あんま昔ほど分かんなくなっちゃう。やっぱそうだよね。育児だもん、やっぱり関心が今一番。なんかメイクに関心がなくなったわけではもちろんなくて、好きなんだけど、やっぱ咲く時間がどうしても短くなってしまう。検索履歴も育児なんとかとか、おもちゃ1歳半とか、育児にまつわることが、その時間が多いし、なんか育児がすごいなんか楽しい。大変なことももちろんあるけどね。あーって疲れることもいっぱいあるけど、なんか息子との日々がすごく楽しく過ごしたいから、そういうね、ことで頭がいっぱいなわけですよ。だからどうしても昔ほどは、まあなんかそういうトレンドっていうんですか、そういうのとかもなんか追えなくなっちゃったけど、必死についてってますって感じかな。で、マスカラがリオール。でも今さ、インスタとかさ、なんか TikTok とかもそうだけど、なんかいろんな SNS でこうバズってるものとか人気なものってすごいキャッチしやすいじゃない。今も私雑誌も読むんですけど、もちろん。でもなんかやっぱり忙しい時とかにそういう便利な情報とかもいっぱいこう簡単にね、ゲットできる時代だからこそ、そういうところはすごい助かってますよね。育児しながらも、あ、これいいんだ、使ってみようとかさ、発信もっとしなきゃなと思って今回してるんですけど、なんか完璧を目指さないでいいんじゃないかなって今は思ってます。なんか自分を可愛く見せたいっていう時期はちょっともう今過ぎてしまった気がしてて、なんとかちょっと綺麗にできてたらいいんじゃないかなみたいな。これママさんあるある。ママ共感してくれる？なんかまあとりあえず人に会える、まあちょっと良くないみたいな、なんか昔ほどみたいな感じじゃないのよ、私。美意識が下がらないように頑張ろうと思ってるけど。で、眉毛。
風味。このね、眉ブラシもすっごい使いやすいんですよ。ほう映んない。で、なんで眉毛が最後かっていうと、アイシャドウとかアイメイクの感じを見てバランスを作っていきます。減ってるところあると思うんですけど、一番左の色と右の色混ぜます。ピンクを混ぜていきます。ピンクを混ぜることでふんわりしていきます。ここでこういろいろ描きますね。ここで取ってすぐ持ってかないっていうのはもうなんかずっとルールですね。やっぱドベッとついちゃうので、一回やっぱちゃんと落として目尻から。でもね、私眉毛生やしたの、ちゃんと。ボーボー時期があったわけですよ、コロナのね。人に合わない時期あったでしょ。自分の眉毛の形が好きだったから、好きだったけどね、生えてこなかったわけ、ずっと。なんだけど、もうなんか卒業したら生えてきた。なんで？なんでだろうね。特に何もしてないんだよ。なんかこれを塗りましたとか言えたらいいんだけど、なんかすごい生えてきたの、卒業したら。今は色つけるだけって感じです。ごめんね、テクニックがなくて。両方眉尻から仕上げていくのよ。バランス見ながらね。ペンシルは使えません。私毛がすごいちゃんと生えてる。いいじゃん、良くない？で、もうほぼついてないじゃない。軽くまたこのピンク足して、最後にちょっとちょじゃんみたいな感じで少し足して、ここでなじませて落として眉頭に。しかもグッグッって書くんじゃなくて、なんかすごい軽い軽い感じでサッサッサッサって。まあこれはね、ちょっと眉毛が割としっかりある人用の描き方かも。あとなんだっけ、アートメイク、アートメイクとかされてる方は眉毛いいよね、描かなくていいから。まあでも私もね、別に描かなくていいのあるからね、ちゃんと眉マスカラです。これもう髪の毛よりもワントーン上がる感じでやってます。必ずティッシュで一回押さえます、ドペッとつかないように。で、眉尻からちゃんちゃーん、ちょこちょこちゃんちゃん、ちょこちょこちゃんちゃん。眉尻は毛に流れるように。で、まあ、これも眉尻からつけちゃうの。一番濃くついてほしいからね、ここに。さっさっさと軽く毛全体のトーンをこれで上げてっていう感じですね。やっぱママさんってさ、もうカツカツのヒール履いてみたいな日々じゃないじゃない。やっぱちょっとどうしてもペタンコだったりスニーカーだったり、行く場所も公園だったり、こうカジュアルな場所っていうのが、まあ、特に乳幼児を連れてるお母さんたちって増えるじゃないですか、子供抱っこしたりするから。だからカジュアルな場所に行くことが増えたので、眉毛もカジュアルにした方が合うなと思って、あえて下を結構今生やしてます。昔はもうすっごいムダ毛なんてありませんっていう綺麗な眉毛にしてたんだけど、あえてここら辺とかも今見えないかな、少し産毛があるんですよ。なんか剃り残しに見えるかもしれない産毛みたいなの、なんかあえてボサボサにすることで、そっちの方がカジュアルな顔になるんですよ。なんかそれはメイクさんにも教えてもらったんだけどね。なんかあんま剃りすぎないように今してる。ちぐはぐになっちゃう今の顔が。なんか違うんだよなって時は、もしかしたらその眉毛と自分のファッションだったり、あの自分の今の生活のスタイルがちぐはぐな可能性はあるかもしれない。そういう人はね、ちょっと眉毛もなんか少しボサッとナチュラルな感じにすると、あ、なんか私は結構しっくりきたんだよね、それで。なんで生やしてみてください。で、さっきビューラーしてちょっとなくなっちゃった部分を少し足しますと。待って、下に塗り忘れてる私。下もね、軽く。やばいよ、色味がない、色味がない。はい、チークはクリームチークを使ってます。なんかさ、使い方合ってるのかわかんないんだけどさ、私は手でちょっと割としっかりめに手に取って、まあ、見えづらいね。リアルだと今ぐらいでいいんだけど、ちょっと動画だと見えづらいから、少しだけしっかりめにつけると、この小鼻よりも絶対下に、ここよりも下につけない、こことかにの割と中央から私はつけます。まあ、薄くなるんで。顔タイプ診断っていうのがあって、私はそれだとフェミニン寄りのキュート、ほんと限りなくフェミニンに近い、でも一応キュートの方が多いんですね。子供顔なの、ここの比率が。なんかそれを活かしたい、子供顔を存分に活かしたい時と、そうではなくて大人っぽい、そのフェミニンとか大人っぽくしたい時によって寄せ方とかも結構変えてるんだけど、まあ、毎日メイクってことはニュートラルじゃないですか。それは今いる位置で全然いいと思ってる。そのもっとフェミニンに寄りたいとか、もっとキュートにしたいとかがなくて、なんかそこでいいなって思ってるの。どっちでもいいなみたいな。なんで毎日メイクの場合は、ね、横に広げます。
なんで横に広げるかっていうと、こう丸くすると子供っぽい可愛いみたいな感じに見える顔なのね。顔立ちが、私が自分で自分のことをキュートって言ってるわけじゃないよ、キュートタイプっていうのがあってね。あんまり丸くすると可愛くしたいなって時はいいけど、なんかそんなに可愛いっていうよりはカジュアルにしたいので、あ、ずっとコナのチーク使ってないの、ずっとこれ使ってるの。なんかね、やっぱりジョアって内側からそういう色ですっていう感じにできるし、すごいね、いいのよ。粉浮きしない、私粉浮きするのがすごい嫌なの。なんかこう肌がさ、粉吹いてるっていうか、なんか浮いてる、密着しないのすごい嫌じゃない。夕方とかすごいよれてこう汚く見えるのも嫌だから、なんか密着してほしいので、薄くてわかんないかもしれないね。こんな感じ。次ハイライト、グレドポー、すごいなんか使用感が、これね、これこれ、この色がねすごい馴染むの。この16番白って感じもないし、ベージュとかブラウンとかが入ってるのですごい使いやすくて、ちょっと細くするの、ここ潰して、で、ここにはつけません。ここからはスーッと私は上にハイライト入れます。ここから放射線状に塗ります。シュッシュッ、噴水みたいな。あとは頬骨のちょっと上ら辺のところに、ここのラインにツヤがキラッとすると綺麗なのでつけます。このハイライトはコナーです。私さっきチーク粉浮きしたくないって言ったんだけど、全然粉浮きしないの、これ。やっぱりね、このグレドポーさんすごい。値段ももちろんさ、そんなにお安いわけじゃないんだけど、でもやっぱり本当に肌を綺麗に見せてくれる細かい粒子のハイライトだから自然に使えます。で、リップもグレドポーです。これはね、プレゼントでもらったの。これはなんかね、下地というか薄く色がつくんだけど、私はリップバーム的な感じで使ってます。で、最後はリップ。リップはいいですね、シャネルのルージュココフラッシュ118番。これはね、自分で言ってはなんなんですが、ミサリップと言っていきたいなんだミサ顔の鉄板みたいな。もうないの、もうちょっとしかないね。この口紅が可愛いのよ、色が見えますか？見えた！かわいいの！時間のり。これね、本当に大好き。なんか、てん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 つけるリップももちろんだけど、これはね、直接塗っちゃってなんかいいなっていう感じですよ。え、かわいい、やっぱりこれね。毎日思うよ。毎日あなたかわいいねって。毎日メイクの完成でーす！どうですか？ナチュラルだよねあんまりなんかこれといって涙袋がどうだっていうなんかテクニックが今やってないんですけど、まあ、とりあえずお友達に会ったり、まあ、今日は誰にも会わないけど、自分の気分がね差があるのがなんかメイクしとこうかとか、なんか定番メイクっていう感じですね、これが。でもみんなからリクエストが欲しいです。思いっきりキュートなメイクしてほしいとか、逆にすごいちょっと大人っぽいフェミニンメイクしてほしいとか、それとかなんだろうね、デート、デート、そうくんとデートメイクみたいな。2人きりで夜デートみたいなことしてないけどね、もうずっと肉生まれてから。なんかそういうこういうのが見たいよとかあったら教えてください。完成、イエーイ。今ちょっとね、軽くヘアセットをしてきて、こんな感じです。うん、私の毎日メイクいかがだったでしょうか。いろいろリクエストだったり、こういうのが見たいってあったら改めてお待ちしております。それでは皆さん、またね。バイバイ。